ゴルケーは北海道北広島市発祥のパークゴルフに似たスポーツ。基本的にはゴルフと同じであるがいくつもの相違点がある。スティックゲートボールで使用されるスティックと同じものを使用。このスティックをマレーと呼んでいる。ボール同じくゲートボールで使用されるものと同型。ただしルール上、一人に一個のボールが割り当てられるため。 ゲートボールのようにそれぞれのボールを区別することはない。ただし、ボールには赤、木、茶、青緑など数種類の色があり、同じグループでコースを回るときに、互いのボールを間違わないように使い分けている。コースは、林の中にスタートとゴールを設置しただけのものだが、以前までの利用者により、スタートとゴールの間には、獣道のような道ができている。 林の中ということもあって露出した木の根や季節によっては落ち葉や好み等がコース上にありパークゴルフ、ゲートボールに比べると不確定要素の多いスポーツになる。またコースは北広島市内の至る所に存在している主に公園やグラウンド、テニスコートに隣接することが多い。また市の体育館では用具を貸してくれたりする。 コースは各ホールの距離が短く平坦な場所もあれば、中央公民館や体育館のコースのように芝生が張られ、ショートやロングのホールを備え、起伏のある変化に富んだコースもあり、それぞれに攻め方を工夫する楽しみがある。ホールは基本的には18だが、コースによってはそれ以下の場合もあり、じよっとした空きスペースにコースを作って気軽に楽しめるようにしてある。 スタートとゴールにそれぞれホールの番号が書いた縦札が立っている。スタート地点の任意の場所にボールを置き、マレーでボールを打ち、ゴールに設置されたカップにボールが入るまで他の参加者と順番に打ち続ける。打順は公式ルールでは最初にジャンケンなどで順番を決め、ホールが進むごとに順番をずらしていくが、プライベートではこだわらずに打っても構わない。二打目からは、 マークゴルフではカップから遠い順番に打つようだが、5、6系では最初に決めた順番で打っていく。他者のボールがカップを遮るような場所にあっても、マーキングなどはせずにそのまま打たなくてはならない。そのため上級者になると、他者のボールに当てずに打ち方を変えたり、ボールをカーブさせるなどのテクニックも披露される。万が一、他者のボールが自分のボールに当たってカップインした場合は、 ラッキーボールとしてカップイン前の打数が記録されるという面白いルールである。整備されているコースでもパークゴルフとは異なり伸びた草地もあれば速攻や立ち木もあるためそれら障害物をどう避けるかも面白い。もちろん一打でカップインすればホールインワンとなり町内会の大会や市の予選大会では商品がもらえるのも56系ならではの楽しみである。 コース外にボールが出てしまった場合は、コースの円から、マレーの長さ分だけ距離を測り、コース内にボールを置きプラス1打数をカウントして打つことができる。ある町内会の大会では18ホールを2周した合計数で競うが、100打数を切れば中級クラスといえ、全市大会の上位クラスになると18ホールを50以下で回る上級者も多い。 全ホールを回ると全体でかかった打数をそのまま点数として記録し、より点数の少ないプレイヤーが勝ちとなる。大抵は2打から5打くらいでカップインできるが、6打でも入らない場合はギブアップと称し、7打となる。パークゴルフより歴史は古く、北広島市ではほとんどの市民が認知している人気のスポーツだが、それ以外の地域では全くと言っていいほど認知されていない。 また同市内では頻繁に大会が行われていて、競技人口も馬鹿にはできない。毎年夏には各町内会で9月の全市大会に向けた予選大会なるものが行われ、少年の部、大人の部、子供の部に分かれて競い、成績上位の人を全市大会に送り込む町内会もある。主に高齢者の娯楽であるが彼らが孫を連れて、語呂系を楽しむこともあるので、 小さな子供も夏休みなどは大会に参加することがある。パークゴルフのようにルールがうるさくなく気軽に楽しめるので、高齢者だけではなく成人男性も参加している。町内会の大会では上位入賞者に賞品を出すところも多く、入賞者以外には子供も含め参加賞を出すなど、それを楽しみにしている市民も多い。ありがとうございます。